はい、どうも、メイくんです。今回はね、映画ことぶの花嫁のね、また最新グッズをまとめて紹介していきたいと思いますので、早速見ていきましょう。はい、ではまずこちらはですね、映画ことぶの花嫁の、当たり付きラッキー缶バッジボックス第2弾、こちら、となっております。2022年10月15日土曜から、順次発売予定となっております。まあ、これはね、また、ポップアップストアであった、カトルシラストが、まあ、ラッキー缶バッジくじになるっていう感じですね。はい。はい、そしてこちら。一回500円で、ビッグアクリ、当たりが出たらプレゼントのビッグアクリルスタンプがゲットできますね。はい。そして、まあ、普通は缶バッジと、缶バッジが、もらえますよっていう感じですね。はい。そして、ラッキーエンド賞。まあ、ラッキーエンド賞というのは、まあ、例えれば、ラストワン賞みたいな感じですね。最後の一番ね、まあ、誰か引いた人がもらえる、まあ、ラストワンみたいな感じのやつが、A4 アクリルパネルとなっております。このアクリルパネル、まず欲しいですね。まあ、これ1回500円なんで、1番くじよりかはね、安い方だと思います。はい、10月15日なんで、まあ、10月中は、まあ、あまり、くじ系は多分ないと思うので、まあ、そちらの方で引いてもありかなと。まあ、はい。まあ、次2個目、見ていきましょう。はい、これがですね、四国寺限定書き下ろしということで、五等分の花嫁、仮面をね、テーマにした四国寺だけの書き下ろしラスト誌を、2023年、来年の1月の、7日の土曜日、順次発売予定となっております。こちらもね、まあ、一番くじ系790円なので、まあ、取り扱い店舗はわかんないんですけど、まあ、こちらも順次発売予定となるという感じになっております。まあ、僕はね、こっちより、こっちの方がいいと思います。はい。イラスト的に、書き下ろし的には僕はこっちの方がおすすめできます。はい。なんで、今よかったら聞いてもらいたいんですけど、1月にもね、また一番くじが来ますので、まあ、そちらもね、ちょっと考えながら引いていくのがいいかなと。はい、そして3つ目が、こちらはね、お座り、ラバースタンドとなっております。アニメイトに似てね、予約開始中なのでね、よかったら、もしをね、よかったら買っていただければいいかなと思います。今回ね、風太郎とライカもね、入ってきて、風太郎が今回可愛いなと思います。はい。ラバストで、なんか、久しぶりに、風太郎のグッズが出たな、という感じだと思います。はい、よかったら、皆さん買ってみたらどうでしょうかね。はい、最後は、こちら。まあ、ちょっとね、こちら、僕がちょっと休止中に、まあ、ちょっと発表されてたんですけど、オリジナル書き下ろしラスト初公開ということで、まあ、公開しましたね。はい、いつこの、ね、新規書き下ろしが公開されたとなっております。こちらもね、また多分、くじや、まあ、グッズなどもね、ポップアップストアとかで、まあ、また出てくるのかなと。この書き下ろされたグッズがまた、どんどんオリジナル化して、まあ、出てくるのかなと予想しております。はい、ということで、今回はですね、4つ紹介してきました。まあ、一番良かったのはこちらですね。映画五等分の花嫁の、四国寺さんの限定書き下ろしということで、まあ、1月、来年のね、1月の何日土曜日1日発売ということで、発売なので、まあ、オンラインではないと、わかりますね。ということで、今回はね、4つ紹介してきました。もうね、こちらはマジで、引いてほしいかなと思います。はい。ちょっとね、くじ、もりもりなんですけど、まあよかったらね、ぜひ、やってみてはどうでしょうかという、よければね、チャンネル登録、高評価してくれて嬉しいです。また会いましょう。バイバイ。